はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日はですね、集まれ動物の森をやっていきたいと思います。で、前回の僕の動画を見てくれた方はわかると思うんですが、まだね、島の評判が星2つで島のね、クリエイターができなかったんですよね。で、最近ですね、島の評判が星3になって島クリエイターができるようになりました。早速ね、この石畳をどんどん張っていって、まだ途中なんですけど、まあ、張っていって温泉街を作ろうかなって思っています。で、やっぱね、この石畳を張るとだいぶ雰囲気変わるよね。そしてね、この屋台もインターネットからね、マイデザイン、まあ他の方が作ったマイデザインをいただいて、この屋台を作ることができました。そしてこの下は花畑なんですけど、今僕ね、花はパンジーとバラとチューリップしかないんですよ。僕が一番欲しいのはやっぱコスモスがめちゃくちゃ欲しいんですよね。あ、待って、左上なんか黙々って悩んでる。これ島から出ていくやつと思ったらプレゼントかを何をくれるんだろう。メガネ、サーモントメガネ、君の役に立つといいな。サーモントメガネってなんだろう。ちょっと使ってみようか。これサーモントメガネどんなん。普通、まあない方が可愛い気がする。ちょっと外そう、ごめんな。ちょっと名前忘れたけど、青い人ごめんな。で、さっきも言った通り、まあ、結構ね、石畳を張ることによって結構変わったと思ってるんですよ。まあ僕の島の見た目っていうのかな。でね、まず僕が一番紹介したいのはここすごくない？これすごくない？この滝の道、これ作るのに 2,3 時間かかっちゃった。で、ここを渡ると何があるのかっていう、何もないんだけど、この海のこの石の上に何を飾ろうかなって思った時に、以前の動画じゃここは崖の上でそこから星と月が見える場所を作ろうって言ってたんですけど、今回はね、このやっぱ海辺で作ろうかなって思います。だからここにまず椅子のスツールを置いて、そして望遠鏡も置いてみようか。オッケーで、明かりが欲しいからちょっと焚き火も置いてみます。まあ、こんな感じでいいかな、とりあえずは。うん、いいね、いいね。ちょっと今雲また雲、前回も雲だったよね。前回もなんか結構天気は良かったんですけど、雲がかかっちゃってね、星と月が見えなかったんですよね。まあとりあえずここはこんな感じでいきたいと思います。そしてね、あと変わった場所といえば、このハート池。ハート池もね、島クリエイターで、まあ、作ったり潰すことはできるんですけど、やっぱり最初の頃のハート池は生かして、ちょっとここにね、やっぱ花畑を作りたいなって思ってます。今ね、ちょっと花はバラバラに散らばってるけど、後で整理していきたいなと思ってます。それよりもね、まず動画の最初に言っていた花の種類をね、いっぱい増やしたいんですよ。だから今日はマイル旅行券を使って無人島に行って、いい花をね、手に入れることができたらなと思います。ちょっと待って、ベール引き換え券じゃない、マイル旅行券を使って無人島に行きたい。で、このマイル旅行券ね、とりあえずは2枚印刷しておきたいと思います。まあね、1回でいけないと思うんですよね。よし、それじゃあ今マイル旅行券を2つ、今ね、ここマイル旅行券2ってなってると思うんですが、このね、2つを使っていい花とね、巡り会えたらいいなって思ってます。コスモスは大前提で欲しい。そしてね、次に同じぐらい欲しいのがアネモネっていう花なんですよね。もうほんとめちゃくちゃ欲しい。もう誰かね、まあ、誰かくれない誰かくれないみたいな、そんくらいぐらい欲しいんですよね。さて、いい花とね、巡り会うことができるかな。ちょっとこのダル、ウケるよねこのダルっていうのウケるよね。ジャルじゃないもんね、ダルだもんね。うわー、ちょっと待って、ここ竹じゃえ、ここすごくない？めっちゃレアなとこ来たんだけど。え、マジで？うわー、よかった。でもタケノコね、めっちゃ欲しかったんですよね。あ、めっちゃ嬉しい。ちょっと待って、今動画をこの見てる方はね、うわ、ずるみたいな。うわー、待って、果物持ってくるの忘れた待って、果物がないから抜けない。ちょっと
このヤシの実で、うわ2個しか出ないか。どうも、このヤシの実、これで4つは抜けるってことか。とりあえず全部食べよう。この星印の穴は多分全部タケノコと思うんですよ。まずタケノコ全部掘りまくろう。まあね、ちょっといい花とはね巡り会えなかったんですけど嬉しいな。ちょっと待って、左上見える、あのでっかい蝶みたいな、あいつね売ると3000ゴールドするんですよ。よし、しっかり一発で捕まえて行こう。逃げられた。くっそー、あいつ3000ゴールドもするんですよ。まあいっか、とりあえずタケノコを今2つ獲得できたから、これで3つ目。まあタケノコは最悪埋めればね、竹になった時に2つのタケノコが確かできるみたいな感じだったと思うんですよ。だから竹は無理にね持ち帰らなくてもきっと大丈夫。まあパンブーとか春のね若竹とかはもういっぱいあるから別に斧で叩かなくてもまあいいんですけど、これで今竹が4つでタケノコが5個か。せっかくここに来たのにもったいないな、これだけで終わるのって。で今ねちょっと携帯で調べたんですけど、ごめんなさい、僕の間違いでタケノコを1個埋めると1個の竹ができて、そっからねまた1個のタケノコしかできないみたい。だからタケノコを量産するっていうことが無理ですよね。タケノコは大事に大事にこの5個は持っておいて、このタケノコを育てながら竹も育てていきたいと思います。はい、それじゃあねこの島の素材は取り尽くしたからちょっと帰りたいと思います。でこの次にねもう一回無人島に行くんですけど、そこで今度はね花を手に入れることができたら一番いいですよね。タケノコはなんで欲しいのかって言ったら、やっぱタケノコランプとか和風のね道具が欲しい時にいるんですよね、タケノコって。絶対にタケノコをね地面に植えると4日でね竹になるんですよね。ほらこれが今ねなりかけの竹なんですけど、これもともとはねタケノコを植えてたんですよね。でこの2つの竹が育つと確か下にねタケノコが生えてくるみたいな感じだったから、ちょっとこの5個も植えてどんどんね竹を量産したいと思います。ちょっとこの辺狭いな、あんまりね狭すぎるとタケノコね育ってくれないんですよね。これ植えるときいちいちスコップで掘らないでいいのかな。ダメだ、掘らないけん。ちゃんと掘らないけん。で1個植える、よし、そしてあと1個、この辺でいいか。ちょっと待って、狭い、ここは狭い、この辺でいいか。でこれで全部タケノコが植えれたから、まあタケも量産できるでしょう。それじゃあねもう一回タケノコじゃない。もう一回ね花を、いい花をね探しに行きましょう。さて次はいい花が来ますように。来い来い、どうだ。あー、わからん、わからんけど花は何も見えないな今の状態じゃ。梨、あれラフランスみたいな感じのが上になってるけど、バラしかない、マジか。うっそーん、ここは梨、梨、梨、これありすぎじゃないこれ。ちょっとめっちゃありすぎ。ああいついる、あいつリベンジできそう。あ、もういい、ここの梨をすべて俺はすべて取って帰ろう。もう何個あるかわかんないけど、ここの梨をもうすべて取って帰ります。何個あるんだろう、めちゃくちゃあるよね、もうすべての木になってるもん。梨よりこのヤシの実の方がねいいんですよね。500ベルするもんね1個。そしてメッセージボトルが置いてるけど、これはDIY 好きなお前へ、この間マラソンでランナーズハイになったんだけど、その時こんな DIY のレシピが降りてきた。お、なんだろう、梨のクローゼット、かわいいんじゃないの。梨のクローゼットって結構和風っぽいんじゃないの。ちょっと見てみよっか。全然かわいくない。全然かわいくないこれ。まあいいか、 DIY のねやっぱいろんな DIY のレシピ欲しいよね。僕いっぱい欲しいな、あるんですよね。お茶屋さんで出てきそうなあの赤いパラソル、お茶屋さんって言ったら分かりにくいかもしれないですけど、あの団子屋、あの団子屋とかにあるじゃん、あの赤い椅子、あれがねめっちゃ欲しいんですよね。
あと赤いパラソルか。どうやってねレシピを手に入れるかちょっとわかんないんですけど、やっぱね島の人とかこうやってメッセージボトルとか風船とかね結構積極的に割ってるんですけど、なかなかね出てこないんですよね。よし、それじゃあ一旦戻りましょう。今日は出てこなかったな、いい花。もう一回だけね行きたいと思います。いやほんと悔しい。いやマイル旅行券買うの2000マイルいるから結構高いんですよね。このマイル旅行券って2000ポイントのマイル結構きついもんね。待って待って、これまずくない？これなんかバラっぽいの見えるんやけど、上バラっぽいの見える、これ絶対バラやん。ここもう最悪、もうマジかよ、バラばっかじゃん。花が欲しいのに。バラ以外に何かない？桃しかない。マジで終わった？ここもう帰る。それじゃ本当にね帰ってきた。だって何もなかったもん、全然何もなかったもん。まあ、竹の島にね行けただけめっちゃ十分だと思うけど、めっちゃ悔しい。もう本当花が欲しいんですよ。ちょっと忘れてたんですけど、みんなにね家が変わったっていうこともね紹介できてないから、ここで軽く紹介したいと思います。そんなに変わってないんですけど、まあね障子を張ることができました。そして左上のここかまどのキッチンを置いて、まあここで休んでいただくと。で上の部屋はね前回と同様ほとんど変わってないです。で左の部屋はねカオス状態だったと思うんですが、ここはねちょっと露天風呂的な感じにしようと思ったけど、窓一つしかないな。窓一つしかないけど、ここはお風呂場にしたいと思います。はい、それじゃあ今日のね集まれ動物の森はここで終わりたいと思います。なんか降りてったけど一人コダック。今日はね本当は、まあ、アネモネとかコスモスとかがね手に入ればいいかなと思ったけど、なかなかそう簡単にはいかないですよね。ちょっと僕のねマイル旅行券をどんどん貯めて次回もまた挑戦したいと思います。それじゃあまたね。